磁気ディスク磁気ディスク磁気ディスクとはデータ記録に磁性体を塗布した円盤を回転させて行う記録媒体の名称である。本校ではハードディスクドライブに加えて着脱可能な磁気ディスクについても記述する。磁気を帯びる性質を持った微小な金属を円形の板に塗布、または上着して磁性層を作り、電磁石から発する磁束でこの磁性層内の磁性体を磁化して、 情報を記録する。この記録の読み書きを行う部品は磁気ヘッドと呼ばれる。磁気ディスクの機材の表面は磁性層の下層に、下地材や中間材、磁性層の上層には保護層などが塗布や上着されて多層構造を成している。高密度記録製品で正常な読み書き動作を行うには磁気ヘッドと磁気ディスク間の適正な感激の維持が重要であり、 磁気ディスク表面の平滑性とねじれや反りのないことが求められる。磁気ディスクにフォーマットを行いセクターを区切ったランダムアクセス方式のものが一般的であるが、クイックディスクなどはシーケンシャルアクセス方式だった。初期のデジタルカメラでは磁気ディスクにアナログ記録を行うものもあったが、21世紀現在では全てデジタル記録方式になっている。磁気ディスクは磁気。 埃や汚れ、振動や衝撃に脆弱である。情報の記録に時期を用いていることから、外部から時期を受けると、ディスクの保持する時界が変化し、記憶情報が破壊される。ただし、日常で用いる程度の一般的な時界では、密着でもさせない限りディスクの時界を変化させることは、できない。埃や汚れの影響を受けやすい。ほや汚れが、 記録面に付着することによって、磁気ヘッドを正常な高度に維持できなくなり正常に読み書きできなくなったり、ホコリや汚れによりヘッドのバウンドを引き起こし直接、または間接的に記録面が傷つけられ、広範囲に読み書きできなくなることがある。振動や衝撃を受けると読み書き動作に影響を及ぼしやすい。ハードディスクドライブのように、 磁気ヘッドがディスクに接触しない構造の磁気ディスクは読み書き動作中や停止中、保管中などで振動が加わると、その加速度の代償や発生状況に応じて磁気ヘッドが記録面に接触して部分的に読み書き不能になったり、ひどい場合には磁気ディスクの変形が起こりすべての記録情報の読み出しすら行えない全開状態となることがある。磁気ディスクと似たものに、 光磁気ディスクがある。光磁気ディスクは記録の読み書きに磁気だけでなく、レーザー光による加熱を用いる。アナログ記録方式の磁気ディスクとは、電子スチルビデオカメラであるソニーのマビカである。ありがとうございます。